NHK 朝ドラ「らんまん」7月17日からの物語はどうなる？次週予告。藤丸の仕草がネット話題、潮降りおじさん M 万太郎衝撃キスも次元。俳優の至極高行甲斐三十が主演を務める NHK 連続テレビ小説「らんまん」月土曜前8:00土曜は1週間振り返りは17日から第16週コオロギ欄に入る。朝ドラ通算108作目。日本植物学の父と称される牧野富太郎をモデルに、江戸末期から昭和の激動の時代を生き抜き、明るく草花と向き合い続けた主人公、牧野万太郎の人生を描く。脚本は NHK 流行感冒、群青領域、旅やお帰りなども手掛けた注目の劇作家、永田郁恵氏。至極の朝ドラ出演は2007年度前期どんど晴れ以来16年ぶり2作目。初主演となる。男性主人公は20年度前期エール久保田正孝以来3年ぶり。次週予告。万太郎、至極高行甲斐が寿恵子、浜辺美波の方に軽く口づけ。そして、寿恵子は解任。藤丸、前原、瑞希が何かを振りかけるような仕草もあり、予告の藤丸さん、セクシーな潮降り W。藤丸が潮降りおじさんになっている笑み予告を何度見ても、藤丸さんの潮降りしか脳内に残らない。予告の宙に衝撃を受けて何も入ってこなかった？ズギャン。いきなりのホーキスにズギャンで固まっていたら藤丸くんが潮。などと SNS 上で話題を呼んだ。潮降りおじさんとはトルコのステーキハウス、チェン・ラスルエットのオーナーシェフ、ヌスレット・ギョクチェ氏の愛称。内容ここまで終わりました。あと他の内容を参照してください。ありがとうございます。